オールバニー・レオン・ビガード、別名バーニー・ビガードは、アメリカ人のジャズ・クラリネット奏者。元来は、テナー・サクソフォー・ン奏者であるが、主にクラリネットで知られており、特に、デューク・エリントン・楽団でのソロイストとして定評がある。ビガードは、ニューオーリンズに生まれ、音楽と、クラリネットと、ロレンツ・オティオに学んだ。1920年代初期に、シカゴへ移り、そこで、キング・オリバーラと演奏をした。 この期間、クラリネット奏者、ジョニー・ドッツを含むキング・オリバーらといった録音の多くで、ビガードはテナーサクソフォンを担当し、その演奏には、例えば、オリバーの大当たりした録音、サムデイ・スイート・ハートに見られるように、しばしば卓越した叙述味が感じられた。1927年にニューヨークでデューク・エディントンの楽団に入り、1942年までニューヨークに泊まった。 エリントンの楽団ではクラリネットのソロイストとしてフィーチャーされ、さらにサックスフォンセクションで多少のテナーパートを吹いた。エリントンの楽団を去った後、カリフォルニア州ロサンゼルスに移りサウンドトラックの演奏をした。その中には1946年の映画ニューオーリンズでルイ・アームストロングが率いるオールスターバンドのメンバーとしてビガードは 本人役で準主役を演じたこともあった。1940年代の終わりの期間は、トロンボーン奏者キット、オリーのバンドで演奏活動を始め、その後、ルイ・アームストロングの巡業楽団、オールスターズや、その他の楽団でアームストロングと共演した。ビガードは、ジデン・ウィズ、ルイスザ・デュークを記している。また、いくつかの曲、とりわけ、エリントンのスタンダード、 ムードインディゴでは、作曲者、または共同作曲者として著作権表示された。1980年6月27日、カリフォルニア州カルバーシティで死去した。ありがとうございます。